ザイエローモンキーザイエローモンキーザイエローモンキー略称イエモンは日本のロックバンド1988年に結成し1992年5月21日にローマンティストテストでメジャーデビュー2001年1月8日に活動停止を発表後2004年7月7日をもって解散その後2016年1月8日に再結成された かつての公式ファンクラブはペチコートレーン。再結成後の公式ファンクラブはビリーバー。ヨシイはサブラベルズやアクションなどのジャパニーズメタルバンドから影響を受けている。バンド名のイエローモンキーとは主に西洋圏で使用される東洋人に対する別称である。ヨシイが自身のイニシャルである。 Y から始まる英語を辞書で探していたことがきっかけで、ダサくてシニカルな名前にしたいと考えていた吉井によって結成前に発案されていたという。また、その名称からローリングストーンズがバンド名を初めて聞いた際、すげえ名前だな。絶対忘れねえと語ったエピソードもある。吉井は名称に込められた思いとして洋楽へのコンプレックスがあったことを語っており、 日本のロックにこだわりを持っているが、日本のロックという言葉にはすでに洋楽へのコンプレックスがあり、それは永遠に消えないとしている。また、ルックスが良くて、子新なのが、イエローモンキーのコンセプトでとし、事実、183センチメートルの吉井風員が180センチメートル前後の身長である。イエモンの略称がファンを中心に用いられているが、 吉井を中心としたメンバー自身は使用することがなく、コアなファンからは長らく敬遠されていた。しかし、2013年に発売された、ベストアルバム、イエモンファン、エスベストセレクションマイナスは、長く応援し続けてくれたファンにも、イエモンという略称を受け入れてもらうため、最もわかりやすい愛称として、タイトルにふさわしいのではという意見が、メンバーやスタッフから上がり、満場一致で、イエモンが、 タイトルとして採用されることとなった。1988年に結成。当初は、元ショックの松尾健一がボーカル、モトックポリスの吉井がベースを担当していたが、以前から、信仰のあった元マーベスの広瀬陽一をメンバーに誘い、吉井はギターに転向した。さらに、キラー名のドラムとして1986年に、メジャーデビューしていた、菊池英二が、 同バンドの解散後に加入する。後に、松尾が吉井との音楽的な意見の食い違いを理由に脱退したため、吉井がボーカルに転向し、キラーイのギターとして活動していた、英治の実刑、秀明が加入。1989年12月28日に、現メンバーで初めてのライブを行う。当時は、渋谷区のライブハウス、渋谷 LA マンマを拠点に、 精力的なライブ活動を行っていたが、バンド初期はデビッドボーイ、ミック・ロンソン、ティー、レックスなどを彷彿とさせる、グラムロック色が強く、メンバーが奇抜な衣装に派手な化粧をしたりするなど、後のビジュアル系のようなルックスだった。また、吉井がライブで女装をし、オカマキャラを演じることにより、当初苦手だった MC が面白いと評判になり、結果的に観客動員が増えた。 当時の観客層は9割女性だったという。1992年5月21日、日本コロンビアより、ファーストシングル、ローマンティストテイストでメジャーデビュー。レコード会社は、フォーライフレコードとの2社間で決めかねていたものの、吉井がある日見た夢に、ミソラヒバリが現れ、あとは任したわよって言われたことを決定だとし、コロンビアへの所属を決定することとなった。 1>, 1ヶ月後には、ファーストアルバム、ザ・ナイト・スネイルズ・プラスティック・ブギをリリースした。だが、枚数は思うように売れずオリコンチャート圏外となり、インディーズ時代からのファンにも国評を浴びるなど、かんばしくなく、後に、吉井も、所属事務所の社長もどう売っていいのかわからなかったと思うと語っている。しかし、ライブの動員数は、イベント出演なども手伝って伸び続け、 チケットは毎回完売状態だった。1993年4月には日本青年館で初のホールライブを実施。同ライブでは両手を縛られ頭に袋をかぶせた裸の女性二人をステージに出す衝撃的なオープニング演出を行った。当時、日本コロンビアのディレクターだった創世博之はセールスが伸び悩むことを危惧し、もっとコマーシャルな方向に行こうと提案した。 その一方、吉井はこの先もバンドを続けていく上で、一回はコンセプトアルバムを作りたいと語り、1994年3月にコンセプトアルバムとして、サードアルバム、ジャグアー・ハード・ペインをリリースする。吉井は本作の主人公である、ジャガーになりきるため、髪を丸坊主の軍人カットにした。春、夏、冬と3本のツアーを通して1年がかりで恋人マリーと出会う。 という通りーーの結末に向け、通常の MC を排した独自のステージを展開した。観客動員は軒並み上がっていったが、売り上げ枚数は伸び悩み、吉井はなんでライブはみんな虜になってくれるのに、音源に関してはそうならないと悩んだという。観客動員が良かったこともあり、ツアーの終盤に翌年日本武道館公演が実施されることが決定する。この年には、 ロキン ON ジャパン3月号の表紙を飾ったが、抜擢した副編集長の井上隆子は後に、当時もまさかの表紙で業界の波紋を読んだ。だからこそやってよかった、と未だに思える一冊と実0している。デビュー以降思うようなセールスを残せなかったことで、メンバーはスタッフとミーティングを重ねた。ディレクターである胸キヨとの10万枚で終わるか。 オリコン1位を目指すのかという話し合いにメンバーはオリコン1位を目指すという答えを出しこれを機にしてチャート向けな楽曲作りに路線変更する1995年1月にリリースされたフィフスシングルラブコミュニケーションはヒット曲を意識して作られ目論見通り自身初のオリコンシングルチャートトップ30入りを果たしスマッシュヒットを記録同年2月に リリースされたホースアルバムスマイルはオリコンアルバムチャート初登場4位を記録し大幅に売り上げはアップしたこのアルバムを引っ下げ同年4月に初の日本武道館公演を実施し即日完売するなど順調に人気を上げていく同年7月にリリースされたセブンスシングル追憶のマーメイドがシングル初のトップレで入り同年9月にリリースされた エースシングル、太陽が燃えているが、シングル初のトップ10入り、イギリスでレコーディングされた、フィフスアルバム、フォーシーズンズが年間のオリコン初登場1位、記録するなど、バンドの人気を確実なものとする。帰国後間もなく、始まったツアー、ツアー95ーシーズンではトータルで9万人を動員した。1996年2月にリリースされた、インスシングル、 ジャム、タクティクスが累計80万枚、交渉。オリコンでは約60万枚。同年7月にリリースされたテンスシングル、スパークが累計55万枚を超えるヒットを期する。スパークリリースの直後、1996年7月に日本コロンビアを離れて、ファンハウス、現、アリオラジャパンに移籍。吉井は移籍に関し、 ちょっと違うレーベルでやってみたいねっていうことった、いろいろ折り合いがつかない部分が出てきたためと後年に振り返っている。同年の12月には日本コロンビアから飛行人ベストアルバム、トライアッドヤーズ・ワクティ、ザ・ベディ・ビスト・オブ・ザ・イエロー・モンキーが発売され、バンド唯一のミリオンセラーを記録した。ファンハウス遺跡後は独自のロックを追求。吉井は、シックスアルバム、6の制作にあたり、 1>, 1日3三曲録音をノルマとする。作成した300曲を80曲に絞り、さらに厳選したものを収録曲とした。吉井は当時の状況を振り返り、自分の中で音楽がものすごく紛失しているのが分かったと語っている。6は吉井自らが最高傑作と自負する作品となり、オリコン初登場1位、オリジナルアルバムでは自身最高の売り上げを記録した。 イレブンスシングル、楽園、トゥエルフスシングル、ラブラブショー、賞、1 3ンスシングル、バーン、交渉累計90万枚。オリコンでは、約66万枚など、シングルにおいても、いずれも45万枚以上の高いセールスをキープ。フォーティーンスシングル、Q コンは、シングルでは自身唯一のオリコン初登場1位を記録するなど、この時期に最も安定した人気を保つことになる。 1997年は、精力的なライブ活動を行い、2月には20、公演を回る、ARENA ツアー9 7クス・ザ・シックスを実施し、トータル15万人を動員。同年7月に、フジロックフェスティバル97に、参加、講日、同年8月、全国5会場のスタジアムツアー、ツアー97紫の炎を実施し、4万人。 近いキャパシティを軒並みソールドアウトにし、1998年にリリースされたセブンスアルバムパンチドランチャードでは3作連続となるオリコン初登場1位を記録。ハードロック寄りとなりライブを強く意識したアルバムとなった。その一方で吉井は世田谷のスタジオでデモを撮ったんですよ。中略音も良かったし、勢いもすごかった。 ロンドンでレコーディングを開始したらなんか、うまくいかない。あのデモを超えられないといったスランプ状態に陥り、今まで上昇していたバンドが加工し始めた感じを実感していたという。このアルバムを引っ下げ、同年4月には、ホール72本、アリーナ41本、計113本を1年かけて回るパンチのランチャードツアーを実施、同年1月7日の読売新聞市場で、 1 4ンスシングル、Q コンとパンチドランチャードのリリース情報とともに、全113本のツアー日程が全面広告で掲載された。3日に1回のペースでライブを行ったツアー以外の面でもメンバーは多忙を極め、ツアー中に計4枚のシングルをリリースし、それに伴うレコーディング PV 撮影、TV 出演、同年7月にはイギリスでのライブを実施、翌年に公開された。 高橋英樹の監督映画、トラミションの撮影、同年12月28日には、目からうろ呼吸を行うなど、精力的に活動を行った。数々のアクシデントにも見舞われ、同年9月9日の香川県県民ホールのライブ、終了後、過労によって倒れた吉井が病院へ運ばれる事態に、年始一発目の1999年1月9日には、 音響スタッフがステージの奈落に落下して死亡するなどメンバーにとっては精神的、体力的にもハードなツアーとなった。選曲の面でも吉井は苦悩し、前半のホールツアーは洋楽志向のチャレンジとしてパンチドランチャードのアルバム曲が中心であったがツアーラストである1998年10月6日の岡山市市民会で吉井が このツアーは失敗でしたと発言。後半のアリーナツアーからはエンターテインメントに戻すとし、アルバム曲を控えて過去のヒット曲を中心に演奏するようになった。吉井は後に1999年3月10日に横浜アリーナで行われたファイナルを覚えてない。お客さんが見えていないツアー全体をひたすら打たれ続けてた感じと表現した。 パンチドランチャードツアーは延べ55万人を動員し、1年間の経済効果は、グッズチケット CD などの売り上げを合わせ、100億円以上になるという。このツアーのドキュメントとして、2013年9月28日に、パンドラザイエローモンキーパンチドランチャードツアーザムービーが公開されている。パンチドランチャードツアー終了後、吉井は休養期間に、 シングル候補曲を10曲制作した。さらにバンドサウンドを見直すためのミーティングが行われ、シングル作品に、浅本博文、森俊之、笹地聖徳などの外部プロデューサーを導入する、コラボレーションシリーズを行う。吉井は、とにかくバンドを続けていくため、2000年はシングルを多く、リリースするという方針に決定。その理由として、 長期間休んだ後に良いものを作れる自信がなかった。バンドのいろいろなことを一つずつ直していきたかったからと語っている。後に、吉井は自分の楽曲を他人に委ねる。辞典ことは、よく考えれば、もう終わったってことといった否定的な発言を多く残しているが、反面、このまま手癖で続けるわけにもいかず。30代、40代と、 バンドを続けていくために必要なことだったのも事実とも語っている。またバンドの狙いとは裏腹に、国内プロデューサー陣は、このままがいいとして、あまりバンドサウンドに変化をもたらす指示はしてもらえなかったという。エースアルバム8の楽曲のレコーディングのために、ロンドンへ向かった際、当時メンバーが多忙だったこともあり、スタジオに吉井和人しかいないという状況が続く。 メンバーとの温度差を感じ始めた吉井が帰国後、バンドの所属事務所、ボーインマン、ボニャマンに社長を含む関係者を集め、俺を首にしてくれと頼み込み、バンドへの不満を投げかけた。バンドは存続したが、微妙な距離感が生まれたと、吉井は語っている。ただし、後に、広瀬は、俺を首にしてくれという発言の直後に、そりゃねえだろ、の突っ込みを広瀬が入れるなど雰囲気は決して暗い。 ばかりではなかったと語っている。パンチドランチャードツアーを終えて約1年が経過した2000年3月18日に、事務所で、吉井から告げられた、もうやめたい。広瀬が場を和ませつつも話が終わると事務所は、沈黙が続き、そこへ電話が鳴った。友人の中原茂が死んだという知らせの電話である。吉井和也は同じ年の中原茂と、朝まで夢を語り合ったのを後に回想している。 中原茂は、コロンビア時代のザイエローモンキーのプロモーション、担当者でもあり、かつて、ジャムを懸命に売り込み大ヒットに導いた。それまでのヒット路線を逸脱する、ジャムを、コロンビアは、容易に認めなかったが、そのコロンビア社内にあって、中原は奮闘し、ミュージックステーションにバンドを引っ張り、ジャムを歌わせた。俺が絶対売ってやるよ。中原の言葉が、吉井は、とても嬉しかった。 中原シュゲルの休止を伝える電話により解散の危機は回避され少し休もうとザイエローモンキーは活動休止期間に入ることになった。2000年7月にリリースされた2セカンドシングルパール同年7月にリリースされたエースアルバム8は吉井のセルフプロデュース作品となった。8のアルバムツアーは行われずバンドは 初となる国内ロックフェスに参加。しかし、そこでの吉井は、ノーメイクでジャージ姿という格好で出演。旗から見ても異常、イエローモンキーを引き受けていない状態であった。同年12月30日、CDTV としっこしプレミアライブに、緊急性出演。吉井が、ツアーが終わったら、俺たちプータローになっちゃうけど、とコメントした後、にサードシングル。 ブリリアントワールドを披露し番組の鳥を飾る。これが活動休止前の実質在エローモンキーとしての最後の TV 出演となった。2001年1月8日に初の東京ドーム公演となる目から鱗ろを行う詳細は後述。吉井は最後の東京ドームのライブは死んでた。中略なんの気持ちの高ぶりもなかった。とにかくこれをやったら終われる。 やっと休めるといった気持ちを持っていたという。初の大舞台にもかかわらず、メンバーは、ステージ裏でエンジンを組んだり会話をしたりすることもなく、淡々としており、振り返ると、それだけ、モンスターバンドだったんだなぁと、中力猛本能でやれると、境界した。目から鱗ろ終了後にバンドを、活動休止させ、メンバーはそれぞれソロ活動期間となる。 ファンは活動再開を待ち望んだが、2004年7月7日に解散を正式発表した。吉井は解散を伝えたその日にあって、近況を聞いてみたら、皆それぞれやりたいことがあって、バンドに戻れる状態じゃないと思った。おのおの好きなことをやりながら、年に一回アルバムを作って、ライブをするという意見もあったけど、僕にとってこのバンドっていうのは、それじゃダメだった。疲れもあるけど、メンバーが、 どうこうなんて言えない。バンドを解散させるのは辛いし、メンバーは最高だから、別れるのは寂しいし、心細いんだけど、とにかく解散は僕のわがままで、僕の責任と語った。逆に、他のメンバーからは、吉井を追い込ませて、感情を吐き出させてやれなかった、もっと力になってやりたかったなど、互いを擁護する発言が目立った。同年12月26日。 東京ドームで開催されたザイキサブションビデオフェスティバルオブザイエローモンキーメからウロコ15の最終日にメンバーが再集結しナインスシングルジャムを演奏した会場中が合唱の中ヨシイはずっと歌っててくださいと言い残しメンバーは去った実は去り際にマイクオフの状態でヨシイがありがとうと言っているが会場にはほとんど聞こえていなかったため物議を醸した あとに、吉井は、マイク通してはね、ダメだったの。中略、ありがとうより、ごめんねって言いたかったかな。オフマイクで、ありがとうって言って、終わらしたくない気持ちがまだ残ってるわけですよ。きっと。言っちゃったら、本当に最後というか。だから、もしかしたら、僕の中で、イエローモンキーは成仏してないのかもしれないという、心境ったことを明かし、また、ジャムを演奏した後に、 ザイエローモンキーは終わりませんという MC を吉井自身も期待していたがバンドは完全に終わっているんだということを演奏しながら感じちゃったというバンド解散後各メンバーはソロミュージシャンとしての活動を継続特にフロントマンの吉井は大規模なツアーを行うなど精力的に活動するザイエローモンキーとしても解散後にもかかわらず公式ウェブサイトが開設された 吉井はソロ活動で2007年にジャム以来の空気感が出せたシングルバッカをリリースし、このミュージックビデオの中ではジャムの映像が使用されている。解散中も様々なミュージシャンがザイエローモンキーの各曲をカバーし披露した。バンドへのトリビュートアルバム This is for you ザイエローモンキートリビュートアルバムはファンハウスを引き継いだ。 レコード会社アリオラジャパンから2009年にリリースされた。2013年に吉井が来年から普通じゃないのライヌに戻りますを宣言し、ファン投票ベストアルバムイエモンファン S ベストセレクションマイナス、コロンビアの発売、アルバムリマスター版の発売、3のライブ DVD のリリースなどが行われた。解散からの年月はいろいろなわだかまりを消し去り、 ヨシイはファンが待っていることもわかっていた。ヨシイはロンドンのハイドパークで2013年7月6日と7月13日に開催されたローリングストームの歴史的ライブを見た。バンドが宝であると改めて思った。ヨシイはもう一回バンドをやってほしいと、かつてのメンバーにロンドンからメールを送信した。その頃のヨシイは憧れのレーベルであった EMI から、 ソロの諸作品をリリースしていたが、2014年11月18日に、フルスコロンビアへの遺跡を発表した。それと共にレアコレクションの発売が完工された。2016年1月4日、くしくも猿年となったこの年にザイエローモンキーの新公式サイトに、ディーパスと称した謎のカウントダウンティザー広告が表示され、1月8日がカウントダウンの期日となっていた。また、 同じページには、英字の暗号文章が記載されており、インターネット上では、様々な憶測を読んだ。そして、カウントダウン当日の1月8日午前0時、公式サイトにて最終決とともに、全国ツアー、新版クラブ発足を発表。同年元旦より、東京、JR 渋谷駅前の東急百貨店壁面に、金色のさなぎの写し入りポスターが、 一枚ごとめくられる形で貼られており、8日の午前0時に最終決を知らせる告知が現れた。各種スポーツ新聞では、号外が配られたほか、家門、猿ド市に復活が多くの使命を飾った。ツアー初日の5月11日は、解散前最後の楽曲にして唯一、シングル曲において、コンサート未披露状態にあった、プライマル。 の初演を1曲目としてスタートし、この曲は多数のテレビ、ラジオ、インターネットライブ放送局が生中継した、さらに、楽園、バーンなどのファンハウス時代のヒット作を中心に、2月にウェブ公開した15年ぶりの最新曲、アルライトも含めた、集大公演であった。ツアー後半では、コアファン向けに、6の曲目を中心に一部セットリストを入れ替えている。は、 15年の間様々なことがありました。具体的にはおそ松くんがおそ松さんに変わりましたなどと、笑いを取る一方で、今日だけは素直に言わせてください。ただいま。と復活の喜びを MC に込め、さらに、今後も継続して活動したいと思いますよ。このザイエローモンキーは生涯解散することはありません。と、バンド活動の永続を宣言し、この発言の真意を8月に出演した。 NHK、ソングスにおいても語っている。バンドの誕生日とも言える12月28日には、目から鱗という、昔のザイエルをモンキーに戻るという趣旨のもと、初期の楽曲をメインにしたライブを1996年、1998年、1999年、2001年、2016年、2017年、2018年に、渡りな,など行った。予信 忘年会も兼ねとのイベントである。二部構成で行われ、第二部からは、目から鱗楽団と呼ばれるオーケストラ団体と共に曲を演奏する。2016年は、目から鱗楽団ではなく、徳沢青源オーケストラと紹介された。2017年は、オーケストラ楽団はなかった。また、ライブの途中ではメンバーが、 東京ブギウギの替え歌、おそそ、ブギウギを歌うのが恒例となっていた。これらとは別に2004年の解散イベントも、目から鱗ろこ15と名打たれている。また、2009年12月22日に、結成20周年記念として、富士テレビで放送された特番も、目から鱗ろこ20と国打ちたれた。バンド解散後も、吉井は2006年から2015年、 毎年12月28日に日本武道館でライブを行うのが恒例となっている。ただし通常のライブツアーの一環として開催される場合が多く、目から鱗のタイトルは使われていない。バンドを再結成した2016年には16年ぶり、日本武道館では17年ぶりのライブとなる、目から鱗27を開催。1997年7月26日。 天神山スキー場、山梨県で開催された第一回目のフジロックフェスティバル1日目に参加。レイジ・アゲンスト・ザ・マシーン以下、アーレーティムとヘッドライナーのレッド・ホット・チリ・ペッパーズ以下、RHCP に挟まれ、取り前での登場というタイムテーブルであった。この音楽フェスティバルに大勢のファンが駆けつけ、朝一番から何百人とステージ最前列に並んだ。 このフェスでは、後々まで語り継がれる、いわゆる、イエモン地蔵と呼ばれる現象も発生した。最前列のため宇宙に傘や、レインコートもなく、上にノースリーブ、下にスカート、足元にハイヒールかサンダルという格好の女性らの姿がそこにあり、台風直撃も影響して、気温の低下も見られた。主催のスマッシュ代表、日高正宏はその光景を見て、心配になり、 18時開演予定の出番まで、最前列を一度離れる。よう、女の子たちに声をかけたところ、粉に近くで会えるチャンスはない。離れたら、同じ場所にまた戻って来られるようにしてもらえるのかなど、ひらかに食い下がる事態も起こった。フーファイターズ、以下 FF の演目が始まる頃、大雨の会場は、モッシュやクラウドサーフィングで大盛り上がりになり、すでに会場の前方は、 泥だらけであった。最前列に残っていたファンの女性らは、モッシュに押しつぶされ、泣きながら、ステージも見ないで、ただただ最前列にしがみついて、ザイエローモンキーの出番を待っていたという。日高はそれらに困ってもいたが、運営責任者としてはこれ以上は危険であり気が気では、なく、ファンのために出番を早めて、FF の次、RA ーーティムの前へ振り返ることを提案し、 ザイエローモンキーサイドが承諾。しかし、RA t ィムサイドは、自分たちは変更に異論はないが、フェスティバルの流れで言えば、フーファイターズの後にザイエローモンキーが演奏するよ。RA ティムと RHCP の間に、メローでスローなザイエローモンキーが演奏する従来通りの順番の方が、観客全体を落ち着かせ、危険な状態を回避できるのではないか、とアドバイスを送る。 フェス全体としては、RA Team RHCP が続く方がより危険であるという、このアドバイスにより順番変更は実現しなかったが、日高はトムモレロと打ち合わせて、ステージ袖に立つ日高とステージ上のトムで、時々アイコンタクトをして、日高とトムの判断次第で演奏ストップにしようと決めた。RA t ーーティ m の演奏から15分ほど経過すると、観客はモッシュのマナーができていて、 モッシュが潰れたら、お互い助け合う様子を見た日高は、ステージ袖から立ち去った。アーレーティムの演奏は続き、観客は泥まみれになって熱狂した。およそ1時間遅れのスケジュールで行われたアーレーティムの演奏後、30分の休憩を挟み、ザイエローモンキーが登場した。当日のセットリストは、以下の通り、これらのヒット曲を控えた、セットリスト、 10曲中7曲がアルバム収録曲と台風に伴う豪雨に見舞われた天候もあり、観客の反応はかんばしくなく、楽屋では他のメンバーが盛り上がる中、吉井は一人憔悴した面持ちで静かに座っていた。後に、吉井は自らの自伝で洋楽ファンに叩きつけてやる。で、叩きつけたはいいけども、なんだかわけのわかんないことになっちゃって変な話。 あの藤井ロックの挫折感で解散しちゃったようなもんだから、解散の理由の何パーセントかは、などと回想し、本人にとって厳しい経験となった。セットリストに関しても、吉井は過去の楽曲で一番ロック的なものを用意してあげなきゃ、って思って裏目に出たんですねと反省の弁を述べた。また、ザイエローモンキー出演を日高に押した渋谷洋一は、この当時に、 ロキン ON ジャパンの広角アーティストの人気投票でザイエローモンキーが1位に選出されたことを踏まえ、楽のユーザーにとって一番人気のあるバンドであり、それが受けなかったのはプレゼンテーションを間違えたということ、と評価。失敗の要因は、吉井君の清いと自意識だったのではないかと分析している。一方、ギターの菊池は、そこまで失敗感はないとし、 RHCP や FF がノリノリで聞いてくれたこともあり、非常に嬉しかったと対照的な意見を述べている。ラブコミュニケーション、ジャムのプロモーションビデオは、吉井自らの監督で撮影された。次のシングル、スパーク以降は、パールとプライマル。お除く13曲のシングルで、高橋英樹が監督を務めた。高橋は、時間的な余裕と自由な表現を許容され、 プロモーションビデオだけでなく、映像作品、ブルーフィルム、ライブビデオ、レッドテープなどを制作し、ヨシーから、イエローモンキーの、第5のメンバーと言わしめた。高橋は、ラブラブ賞、バーンを監督した1997年に、スペースシャワーミュージックビデオアワわず、ベストディレクター賞を受賞している。1988年、1989年、 1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年。2000年、2001年、2004年、2005年、2009年。 2010年、2012年、2013年、2015年、2016年、2017年、2018年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。